ね、結構こう染めてるからね、うん、やりながらいい色にしてる。素晴らしい。違うね。もう変な貼り方すると柄が伸びちゃう、もう見せづらい衣装貼っちゃうんで、そうならないようにしながら貼った後、その塗装をどう持っていくかって時に、いかに平らに貼れてるか、接着が剥がれないようにっていうのが条件のところなんだけど、これをどうやって活かせばいいかとか、で素材やら、例えば市販材やら、一番合ったインレイを使って仕上げる。同じものができるわ。こういうふうに資料はあれんけど、はい、例えば一緒にしてるって言っても、うん、黒の昔の影もそれもちょっと違うだろうし、はいはいはい、でも言ってもだからそれが逆に今は分からんね。加賀友禅もそういう違ったものに分野にまあ、コラボできて、はい、よりいいものに、そのもの自体がね、はい、評価を受けれれば、そうですね、また新しい方向性が見つかるかも。